再開いたします。午前に引き続き質疑を続行いたします。新垣新太君。こんにちは。質疑を行います。大項目1、沖縄県ワクチン接種促進事業について、ワクチン接種における看護師確保はどうなっていますかについて質疑を行います。県内医師会看護師との看護師、医師会、看護師、看護協会との連携はどうなってますか、伺います。ワクチン接種における県内医師会自衛隊の失礼、ワクチン接種における看護師が不足というならば、県内医師会、自衛隊の看護師およびワクチン接種の協力体制はを築くべきだと思いますが、見解を求めます。また県内の看護師が不足とならば、知事は今週に政府に状況をなされると、マスコミ報道と昨日も報道がありました。重ねて政府に対して県内の米軍に対するワクチン接種を協力を求めるべきだと考えますが、これは県知事がぜひ答弁に出ていただきたいと思いますので、県知事の答弁を求めます。なぜ私がそう申し上げますと、基地問題は基地問題、今県民の命は命と。で、米軍が今ワクチン接種を終える段階まで、来てます。あとは子どもたちになっております、米軍ですから。米軍にゆとりがあるならば、また政府を通して米軍に要請をして、一日も早く県民にワクチン接種を、命を守るために、そして誰一人取り残さないという知事のスローガンだと考えますが、知事の見解を求めます。括弧2、ワクチン接種、接種センターの概要について、場所については取り下げを申し上げます。E、時間について、平日、土日の時間を現状よりも拡大すべきだと考えますが、見解を求めます。う、接種、人数について、平日500人、土日1000人を現状よりも拡大すべきだと考えますが、見解を求めます。A、予約体制について、電話回線、ネット通信回線等の予約体制は万全なのか、また現状の体制をお聞かせください。大項目2、ワクチン接種における市町村との連携について、県と市町村はワクチン接種を完了するスケジュールのめどと目標を伺いたいと思います。1回目の質疑は終わり。休憩いたします。一応もう今担当と答弁して、一応それで言われたら直し、で知事って何回も言ってたけど、いいの知事のペースで。
言われるでよ、どうせ。言われたの。再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。沖縄県ワクチン接種促進事業についてのご質問の中の括弧1、ワクチン接種促進事業における看護師確保についてお答えいたします。県が設置する広域接種会場では1か所あたり平日最大500名、休日最大1000名の接種を予定しており、接種に必要な医師及び看護師につきましては県医師会等との協力のもと確保してまいります。同じく1の括弧2の EUA ワクチン接種センターについてお答えいたします。1の括弧2の E から1の括弧2の A までは関連しますので一括してお答えいたします。県が設置する広域接種会場につきましては市町村による高齢者向けワクチン接種を保管し、重症化リスクの高い高齢者へのワクチン接種を加速させることを目的に設置することとしております。接種時間は平日18時から21時、休日15時から21時とし、1か所あたり平日最大500名、
休日最大1000名の接種を予定しており、予約体制についてはインターネットと電話での予約を受け付けることとしております。次に、2、ワクチン接種における市町村との連携についての括弧1、市町村のワクチン接種との連携についてお答えいたします。新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、国が主導的な役割を果たし、実施主体は市町村、都道府県は広域的な視点で市町村を支援することとなっております。今回県が設置する広域接種会場につきましては、市町村の接種事務を補完する趣旨のもと、県が会場の確保、医療機関との調整などを担うことで、高齢者へのワクチン接種の加速化を図ることとしております。以上でございます。休憩いたします。マイク。議長、いいですか。まず、先ほど演壇でも述べてますけど、マスコミ報道等という形でも、看護師不足という形で医師会とのこれから調整とか言ってるんですけど、足りなければ米軍の要請もどうですかって私、知事に求めますけど、これの答弁がない、知事の答弁がですね、米軍に協力の要請を求めるという、命が大事だからということで。で、2点目に、ワクチン接種センターの概要についての、いいですね、E、U、A なんですけど、現状よりも拡大すべきで、現状よりも拡大すべきだと考えますかと、E と U と A は述べてるんですね。今の現況は予算説明会でも知ってるんですよ、現状は。それを答えてないんですよ。で、大項目2のワクチン接種における市町村との連携、このワクチンのこの主体性は市町村と分かっておりますが、私は県と市町村が高齢者のワクチン接種のスケジュールと完了の目処の目標をって聞いてるんで、その回答も全く得られてないんですね。議長、取り計らいをお願いいたします。今だからあっちは最初もっと持てないから、この件の説明を出して休憩中で。部長マイク入れてちょうだい。はい、答弁の説明をさせていただきます。まずワクチン接種促進事業における看護師の確保について、医師会や看護師会等と の連携はどうなっているかということでございました。それについては医師会等と連携しということで、看護師協会なども含めた形で、答弁をさせていただいたところでございます。それから、現状よりも拡大ということですが、この接種会場につきましては、これから設置するということで、18時から21時、それから15時から21時ということで、医師の確保等も、医師や看護師の確保等の観点からも、この時間帯で設定させているということでの答弁をさせていただいております。それから2番目に、市町村との連携についてというご質問でございましたので、それについては、県が市町村の接種事務を補完する形でということで、ご答弁させていただいたところでございます。休憩いたします。今すいません、部長、ちょっと大変だと思いますけど、私が連携についてですね、
スケジュールのめどと完了する目標はどうなってるか、これだけ聞いてるんですよ。県だって今はこうやって接種センター、県が主体で中部と南部に築くって言ってるのに、全く答弁になってません。部長、申し訳ございませんが、ちゃんときれいに答えてほしい。で、先ほど私、現状よりも拡大すべきかと、昨日の予算説明会でもこれ説明されてます。だったらですね、この拡大する予定はありませんだけでいいんですよ。今のこのままでやりますと、本来だったらもっと接種をより加速化できるんですね、米軍の力を借りれば。だからやらないとやらないと言ってくださいよ。これ大変な問題になりますよ、はっきり。だから言ってください、今。はっきり。僕は看護師協会から調べて、看護師が足りないって知ってるか、こうやって質問してるんですよ。協会との関係者との意見交換してきて。これ失礼ですよ。私、調整してきてるんですよ。協会関係者とも。本当に失礼な答弁ですよ、これ。休憩中。副知事。新垣議員から の手書きの通告に基づいてですね、それでは読み上げますと、丸1、沖縄ワクチン接種事業接種促進事業について、各1、ワクチン接種における看護師確保どうなっていますかという質問通告だけなんですね。で、各個2、ワクチン接種センターの概要についてということで、丸1、場所について、丸2、時間について、丸3、接種人数について、丸4、予約体制について。で、大きな2番目として、ワクチン接種における市町村との連携について、こういう質問通告があったものですから、その通り答弁しております。で、今、米軍の話ですとか、拡充の話については、この、ペーパーにはないものですから、まずは答弁をさせて、通告に基づいて答弁をさせていただいて、もし今の、米軍の話ですとか、拡充についてはですね、再質問でご質問いただければと思っているところです。休憩です。議長、これ本当失礼ですよ。こうやって通告もして、聞き取りも来ないんですよ、県の執行部は。手書きだからじゃなくて、普通だった電話とか、他のか来てるんですよ。私だって時間もないんですよ。早く終わらせたいのに。聞き取りも来ないからこうなるんですよ。いや、与党議員黙ってください。議長取り上げられました。これ、他の与党議員でもこうやって、今までこうやってルール、こうやってやってるんですよ。今、与野党をこうやってこういう形で、聞き取りがあれば。スムーズにいってるんですよ。おかしいですよ、今、こういう副知事の言い分は。与野党みんなこんなことやってる。よろしいですか、今、この間、通告外、通告のに沿ってやっているつもりなんですけど、実はこれに沿って、じゃ答弁1回目やって、その後部長からですね、休憩中ではあるんですけれども、さらにちょっと答えれる範囲の部分は答えてるんですよ。なので、あくまでもこれ通告制なので、それに基づいて協力いただきたいなと思っています。再開いたします。新垣新君。ご答弁ありがとうございます。で、ワクチン接種における、看護師不足はどうなっているかについて再質疑をいたします。先々週、2度にわたる看護師協会関係者、看護政治連盟関係者とも意見交換してきました。この新型コロナにおける状況等において、看護師が離職、やりたくないという、そういう懸念の声が聞こえたもんですから、
その現場の声は現場の声を大事にしながら質疑を行います。でそこで伺います。この問題においてこの離職している問題、 OB の看護師も難色を示しているという状況は分かってますか。1点目。で2点目、こういう厳しい現状だからこそ、知事は今週に知ってるからこそ、私はですね、今週に政府に上京なされると伺っております。で知事、ぜひ米軍の要請を求めて、そして大規模なワクチン接種を県は積極的に頑張っていただきたいんですね。でそのために先ほどのワクチン接種センターの概要についてを、現状よりも平日土日の時間を拡大すべきではないか、そして接種人数も平日土日よりも現状よりも人数を拡大すべきだ、ワクチン接種の人数を拡大すべきではないか。で予約の問題にとって先ほどの形ですが全く答弁になっていません。正直申し上げます。今市町村においても予約体制において電話での予約体制が全く取れてないという、市町村との意見交換の場でも情報は聞いています。我が党の市町村議員からもそのような状況も聞いております。そしてネット回線もつながらないというこの混み合いというものがあります。昨日の議案説明会でも電話回線が20しかないと、本来だったら100から、本来だったら500ぐらいやってゆとりを持ってやるべきだと私は強く思うんですが、コールセンター等に委託してですね、その考えはないのか伺います。大項目にワクチン接種における市町村との連携についてですが、先ほど答弁の中で改めて伺います。県と市町村はワクチン接種を完了するスケジュールの目処と目標を改めて行いたい。65歳以上のワクチン接種、そして65歳以下のこの目標ですね、目処をぜひお願いしたいと思います。そして知事、先ほど私が米軍との要請を今週知事が政府に上京なされるということで、ぜひ米軍の力が必要ですと、ワクチン接種を一日も早く県民に健康で、そして命を守るという観点で頑張っていただきたいんですけど、基地問題は基地問題、命は命と住み分けた知事の優先的な、そして先決的な決断はできますか、できませんか。私は命を守る観点で、政府に米軍に要請を行っていただきたい、県民の命を守っていただきたい、知事の決断をぜひ期待を求めて答弁を期待したいなと思って、知事ぜひ答弁に出てきてください。お願いします。休憩いたします。
再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。新垣議員の再質問にお答えいたします。まず看護師の確保について、医師会等との関係でございますが、県としましても、看護師の特にコロナに関する対応で非常に看護師の皆様疲弊していらっしゃるということは認識しております。しかしながら看護師看護協会などとは 県としましても意見交換をしておりまして、今回のワクチン接種事業につきましても、医師会を通して看護協会であるとか、あと薬剤師会、それから医療関係の団体等とも連携を取って進めていくということで、今調整しているところでございます。また、合わせて民間の活力というか、委託などで確保する方式もございますので、そこは工夫をしてまいりたいというふうに考えております。それから現在の計画である人数と時間についてですけれども、時間につきましては確かに長くやれば長く接種多く接種はできるというのはもちろんそういうことではありますが、特に高齢者の接種でございますので、それが夜遅い時間になったときに副反応の問題でありますとか、そこでトラブルが起きたときに救急につなぐという体制の面では非常に高齢者への負担も大きいということもございまして、現在9時までということで、そこが妥当であろうということで設定しているところでございます。それから人数につきましても、1会場で5レーン、5つのレーンを作って、今、接種を進めるということで、人繰りについても計画をしておりまして、これについて医師会のご意見も頂戴したところでございまして、その方法で進めさせていただきたいと考えております。それからコールセンター等につきましても、今回の予算の中でも、システムの経費であるとか、コールセンターの経費についても、計上させて、させていただいておりますので、円滑に進むように、進めてまいりたいと思います。それから、ワクチンの接種に関する市町村等との目処、接種の目処でございますが、高齢者については、特に7月中を目処に、終了、完了したいということで、今、進めております。多くの市町村が7月中を目処にしていらっしゃるということで、一部、大規模なところでなかなか難しいとおっしゃるところもありますが、県としましては、こういう、接種センターの設置などで、市町村の補完的な役割を果たしたいと考えておりますので、特に高齢者については7月中に接種がスムーズにいくように努めてまいりたいと思います。それ以降につきましてはワクチンの供給の問題もございますので、その供給状況に応じて計画的に実施してまいりたいと思います。以上でございます。知事、玉城デニー君。失礼しました。新垣新議員の再質問にお答えいたします。現状の取り組み、そしてこれからの市町村の連携等々については、今、保健医療部長から答弁をさせていただいたとおりでありますが、議員、のご意見であります米軍に接種の要請をしてはどうかということについてですが、まずこのワクチンの接種の主体は市町村となっておりまして、都道府県は広域的な視点で市町村を支援するという立場を取らせていただいております。しかしできるだけその市町村の接種事務を補完する趣旨のもと、今般広域接種センターを設けさせていただきますが、米軍についての接種の要請については法律上の関係などどのような状況があるかということはまずは情報を収集したいというように思いますし、しかるべき高齢者のワクチンの接種については市町村と連携をしてさらに加速化できるよう努めていきたいと思います。以上でございます。